ういう樽型のチーズってなんて言うんでしたっけ。パルミジャーノレッチャーノって言います。パルミジャーノレッチャーノ、はい、結構味が濃いめで香りも強いものが多い。中で削りながら作るんですね。そうなんですよ、初めて見た。最後だんだん薄くなっていって、ほとんど器として使えないなってなったら、また別の料理に削って使うんですね。そうですね、はい。ちょっとやっぱそこがどんどん減ってきちゃうので、薄くなってくるもんね。そうなんです。あと逆に言えば最初ないじゃん。最初削って。ちょっとやりにくいですね、最初は。そうですよね。平らな状態にご飯のせたりするので。平らな状態なんだ。そうですね。これくらいがちょうどいいくらいです。削れてきた方がやりやすいですね。あともうちょっとでそこ抜けそうな気もしますね。そうですね、ちょっと危なくなってくる。すごいな。パスタも渡り蟹ね、すごい。しかもずっとこの容器でさ温めてくれてるってすごいね。ちょっと提供するときにチーズめっちゃ好きだから嬉しい。美味しいよね、本当に。ちょっと待っていただくとちょっと焦げてきて下の方が、そうなんですね。チーズの焦げがきて美味しいと思います。すごい。最後にブラックペッパーおかけしてもよろしいですか。はい、大丈夫です。大きい大人コースターです。でかっ。いやー、美味しそう。想像と違うサイズが出来上がりです。確かに。10倍くらいでかいです。ありがとうございます。いただきます。はい。いつも飲んだ。はい。ちょっと待ってよ。溶かそう。はい。じゃあパスタ取っちゃう。ピザ取っ